クリームとは皮膚を保護し、潤いを与える、牛乳状の基礎化粧品である。日本標準商品分類では化粧品のクリームを、マッサージコーレドクリーム、モイスチャークリーム、その他のクリームの3つに大きく分けている。ミネラルオイル、ワセリン、オリーブ油などの油分と水、それを混ぜ合わせる、乳化剤、保湿剤、防腐剤、香料を基本的な成分とする。 クレーム、スキンフードとも呼ばれ多く化粧水か乳液の後など、肌の手入れの最後に使用する。抗義では、頭髪用のヘアクリームも含まれる。日本では、薬気法で決められた有効成分を含有していれば、治すといった違反に当たらない、表現の制限範囲の中で効能を表示することが、できる。日本商品分類中分類88、化粧品、歯磨き、 石鹸、家庭用合成洗剤および家庭用化学、製品総務省統計局、浅田康夫、鈴木一世、コスメティック Q&A 時典、化粧品のすべてがわかる中央書院、2011年、全面改訂最新版、14から15ページ。ISBN 978から4から885140433。88 ABCDEFG 西山聖事、熊野かまる。 化粧品講座第3公基礎化粧品と皮膚色在協会誌。ありがとうございます。